はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、お題いただきました作品の完成報告動画となります。はい、大変ね、お待たせいたしました。曲線トラッカーウォレット両銀面仕様フルバージョンで、お題いただきました。ありがとうございます。はい、真っ赤ですね。今回はブッテーロのレッドで、制作となっております。もう発色がね、ブッテーロはイタリアンレザーらしいこの発色の良さっていうのが、まあ、一つの特徴ですよね。ただね、エイジングの出方。このレッドはね、ものすごいかっこいいです。色がね、すごい深い色に変わっていくので、今ちょっとね、明るいなって思うんですが、これ、エイジングが進むと、すごいね、渋い。なんて言ったらいいんだろう。ちょっとね、エロい感じのね、エイジングに変わっていきますので、個人的に本当にこの、レッドのエイジングはね、おすすめの感じですね。はい。で、今回は、ちょっとね、外装の方に、トラメがあるような感じですね。ブッテロはショルダーの革なので、トラメがあったりするんですが、これはね、トラメありとかはちょっとご指定できないので、すいません。今回はね、たまたまトラメが入ってたので、こんな感じになっております。本当にね、トラメあるとね、エイジングした時かっこよくなりますんで。はい。で、いつも通りね、フロントポケットと外装の方は5ミリ幅で段差をかけて立体加工をね、してあります。根性の方はハーフダラーとなっております。糸の方は刺入糸のレッドでの製作となっております。はい、コアの方ですね、いつも通りフノリとミツロで磨き込みかけてありますので、もうツルツルですね。はい、こんな感じ。はい、ちょっと中見ていきましょう。もうね、ブッテロは張りと腰がすごい強いので、すごいね、厚みのある仕様、外装もね、減圧で使っておりますので、もうジャンパーボタンでもね、ちょっとね、ホールド力がもうギリギリな感じ。今のこの状態だとね。なので、使い倒してもらえればね、しっかりとね、なりますので、もう本当にね、今、パンパンなのでね、ジャンパーボタンも、なんていうのは、取れやすくなっちゃってるような感じなのでね、ゆっくりエイジングさせていただけたらなと思います。で、今回は、ちょっと新しい機能が追加されております。スライドマチっていうところね、この一番こっち。スライドマチがついてるので、大きくね、ここの、壁側ね、開くようになってます。これがあるとね、お札の出し入れすごいしやすいです。大きく開くのでね。はい。で、フルバージョンなので、もちろん中央もね、両マチついておりますので、大きく開きます。カードも片側4枚。ここだけでね、カード相当入りますし、もちろんお札もね、中に入れることもできます。で、今回はジップ式ではなく、フラップ式の、小銭入れとなっています。フラップ式でも両方、両待ちついているので、大きく開きます。はい、小銭入れの中に、ビッグネコスタンプご希望だったんで、こんな感じでね、入れてあります。で、ここにもフリーポケットね、もちろんこの接続部分にも全部ね、カードを入れる場所ございますので、もうカードとか容量はね、本当に相当入る仕様ですね。このスライド待ちがね、本当にとにかく使いやすい。これがあることで、小銭の出し入れすごい楽なんでね。はい、一応こんな感じかな。よいしょ。はいはい、一応ねこんな感じで、完成しております。よいしょ。はい、ぜひね動画の方で、ご確認の方お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。